よー。おはよう。わあ、今何時？6時半。でも、今日は今、めっちゃ早いですけど、今日は私は初めて日本で番組飛びます。今日今どこに向かってますか？TBS 行きますよ。はい、頑張ろう。夜中ずっとそんなことないじゃん。あとは朝、あと一回の会議、あとは一回の会議決めます。今日は東南海の撮ります。ちょっと状態いいですか？次行くわ。すごい新年っぽいね。で髪型かっこいいじゃん、今日。かっこいい。あ、うん。お前はちょっと。そうそう。メイクの方のおかげで、おかげさまで。上手なプルの朝です。めっちゃ気持ちよかった。よかった。じゃあ、撮影行きましょう。はい、今日よろしくお願いします。頑張って。さよう。どうですか？暑いよね。暑いね、今日はね。暑いわ。難しい。まあ、そんなに難しくないよね。何回間違えましたか、ね、セリフ。わぁ、多分ね。重厚かい？あと、転んだでしょ。そうね。ねかっこ悪い。今、午前中終わったね。ほんと？うん。あとは、なんかだけですね。疲れた。皆さん疲れた。うん、みんな疲れた。皆さん疲れた。どうでした？暑かった？暑い。暑いっす。あ、夏止まりますわ。夏止まります。降ります。降ります。ありがとうございます。お邪魔です。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。終わり終了。暑かったね、今日ね。うん、今日は本当に面白い一日だな。今日何の撮影ですか、あなた？わ、いろいろ台湾の商品。はい。うん、商品は、おすすめしたときは、この感じの紹介。うん、もうちょっと、少し演技、この感じの。演技したの？うん、演技したね。そうですね。日本語のセリフ難しかったね。そうですね。昔はちょっと台湾では台湾語喋りましたので、日本では契約は初めて全部日本語、少しの台湾語だけですけど、面白い。皆さんも優しい。あ、本当？皆さん優しいとか、と、日本の番組、テレビの文化と台湾のテレビ文化は少し違います。違いました？うん。いろいろな場所は違います。どうだった？両方は好き。両方はいいの、いいのことだね。うん。何回言い直したあなた？ミス。ああ。日本語さ、何が難しかったですか？でも日本、そうね。こう、え、て、だ、だ、てんてん。てんてん。うん。あ、あと、テンポのね。テンポ。話せますのテンポとか、て、うん、がの、話しますのやり方。